令和元年10月22日神戸王子スタジアムにて2019 X リーグディビジョン2ウエストサイドワインダーズ対 J スターズの一戦が16時50分キックオフで試合が行われます。ただいまから試合前のコイントスを行います。手前側ホームスタンド側ブラックのユニフォームがサイドワインダーズ、奥側バックスタンド側ホワイトのユニフォームが J スターズです。サイドワインダーズキックオフ、 J スターズリターンで試合が始まります。パス成功。チェイサーズファスター、パス成功。ナイスラン、ファーストラン。タッチダウン。クォーターバック9番スニークプレー、自ら中央突破を図りそのままエンドゾーンにボールを入れました。ジェイスターズ6点獲得です。サイドワインダーズファースター、パス成功、タッチダウン。クォーターバック4番プレイアクションからロングパス、ターゲット24番、このパスを24番キャッチし、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。サイドワインダーズ6点獲得。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、パス成功、タッチダウン。クォーターバック4番ロングパス、24番へのサイドライン際のパス、これを24番キャッチしてそのままエンドゾーン8個にタッチダウン。サイドラインダーズ6点獲得です。パス成功、タッチダウン。クォーターバックが投げたロングパスとワイドレシーバー24番がキャッチ、そのまま24番相手ディフェンスを封印届きエンドゾーン飛び込みタッチダウン。サイドワインダーズ6点獲得。ジェイサーズファースト、パス成功、ファースト。パス不成功。クォーターバック8番ショットガンフォーメーションからパスを通しましたが、このパスは通らず、失礼しました、パス通っております。ターゲット87番、パス成功です。ファースト獲得です。キック成功、3点追加。ジェイサーズ9点、サイドワインダーズ21点。Ah!
インターセプト。ジェイスターズファースター、パス成功、ファーストダウン、ギャング成功。中央へのランプレー、キャリア26番。しかしこれはサイドラインならずディフェンスがアジャストし、ノーゲイン。4回目の攻撃失敗で攻守交代です。ターンオーバー。 QB サック、成功、ファースター。サイドラインのファースター。僕ら何回そんな見たと思ってるんですか。サイドラインのファースター。フルバックの中央へのダイブプレー、ファースター。ランニバック23番、ハンドオフから左オープン展開、そのまま相手タックルを縫うように走りタッチダウン獲得。サイドラインダーズ6点獲得です。パス不成功、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。大きく突き上げて夢と希望を強く握りしめて、よっしゃお願いします。